ソウル志願児童遺跡出土の串目分土器、期限前4000年頃フィンランドの串目分土器、串目分土器、または串目分土器とは、串波状のセブングで幾何学的文様を施した土器の総称である。地形は剪定あるいは丸底の砲弾型が基本的である。新石器時代において、ユーラシア大陸北部の森林地帯で発達し、バルト海沿岸、フィンランドからボルガ川上流、 南シベリア、バイカル湖周辺、モンゴル湖原、両島半島から、朝鮮半島に至るまで広く分布する。沿海州やサハリン、オホーツク海北岸からも出土している。最古のものは、両河文明、交流久保文化の遺跡から発見されており、アンガラ川上流域のウスチベラヤ遺跡ダイーアソウ、エニセイ川流域のウニク遺跡、西シベリアのソイオビ川地域から出土し、 フィンランドでは、紀元前4200年以降、朝鮮半島では、紀元前4000年以降に、初めて現れることから、両が地域を元凶にして、朝鮮や西はシベリアを経て北欧まで拡散していったようである。これは、ウラル語族、Y 戦色体、ハプログループ N1A1 の拡散と関連していると、考えられる。実際に、 新石器時代後期のロシアの串目分土器文化の遺跡の人骨から、ハプログループ N1A1 が検出されている。日本の縄文土器にも類する土器があり、また、弥生土器にも似た文様を持つものがある。串目分土器文化とは、新石器時代のユーラシア北部における串目分土器が使用された文化の名称。普通、次のいずれかを指す。ありがとうございます。